アジガ駅は、青森県西津軽郡アジガサワ町、大浅前戸町浅崎戸田にある、東日本旅客鉄道五能線の駅である。アジガ町の中心部に近く、臨時快速、リゾート白神も停車する。駅構内相対式ホーム2面2線を有する、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。五所川原駅管理の業務委託駅。早朝、夜間は、 駅員が不在となるが、当期間のみ、除雪要員として、五所川原駅社員が一人配置される。駅舎には、緑の窓口、自動券売機がある。校内に車庫があり、翌朝の始発列車が留置される。また、乗務員休憩所も併設されている。列車の入れ替えが行われる。際の信号扱いは、津軽運輸の車掌が行う。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は254人である。近年の推移は以下の通りである。1.2番乗り場があり、停車路線の指定は特にないが、概ね2番乗り場へ停車する。ブサカは犬としてアルファブロガーによりネット上で紹介されたところから、テレビや写真集などでも注目を集め、2011年には映画作品にも、 主役として登場するまでに至った秋田県和佐尾がその主役登場を果たした映画作品和佐尾全国公開の1ヶ月余り後に当たる2011年4月20日当駅の観光駅長として移植された当初の任期は1年で初仕事として折しも2011年に東北地方を中心に見舞われた東日本大震災の影響で運休していたものの 移植を受けてから3日後に運転再開されたリゾートしら紙の出迎えなどを務めていた。当初の任期が満了となった後も、和さは1年ごとに当駅の観光駅長として再移植されてきており、2015年4月19日に再移植された際には日本テレビの天才、志村動物園においてその模様などが紹介された。和さは2014年に妻として、 秋田県の椿を迎え入れており、2019年度まで福祉町に移植されていた。椿は2019年5月に亡くなっている。また、2016年に和さおのファミリーに娘として加わったチョメも見習いを経て、2019年度から営業主任に移植されている。2020年4月より、和さは足腰が弱くなって立ち上がることができない状態が続き、 同年6月8日17時54分、多臓器不全のため死んだ。ワサオの死去後、2020年6月8日から8月31日まで、当駅の待合室で、追悼記念パネル展が実施されている。注釈出展報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。